さあ、ディフェンディングチャンピオンとして、ね、今回、意気込みは？あ、意気込み、はい。まあ、しっかり力出し切る頑張りたいです。でも去年なんかさ、あの初日落車して、結果優勝だったじゃないですか。はい。ね、まあ、落車しないのが一番だけど。間違いないですね。ね、どうなっても、あのしっかり走れば勝てるみたいな。まあ、とにかく気持ちを切らさずに、いっそいっそしっかり走れたらいいなと思いますけど。でも今、どんなレースでも大丈夫なんじゃない？いや、そんなことないです。まあ、あのマルチ先行ってのはないと思うけど、はい、かまし気味の逃げとかまくりもあれだし、うまく追い上げたりとか、はい、バンで回ったらちゃんとさばくし、はい、ね、短期で走ったってあのうまいこと位置取れるし、はい、ね、その辺はやっぱり一番オールラウンドに戦える選手だと思ってるけど。ありがたいですね、そう思っていただけると。ね、まあ、あの今回は東と西と分かれてあの戦うんで、勝ち上がりはね、まあ、24だと、まあ、近畿の選手結構いるから、はい、当然、まあ、いろんな形で連携になるんだけど、はい、先頭走るケースも多いんじゃない？どうなんすかね、はあ、分かんないですけど、ね、でもそれ先頭走っても大丈夫なように、まあ、準備はしてます、ね、はい、しっかり準備はできてると、はい、ね、やっぱりね、今一番安定してると思うよ。どうなんすかね、まあ、そう言っていただけたら嬉しいですね。でもね、はい、あのやっぱり俺勝ったり負けたりっていうのが普通あるんだけど、はい、その中でも安定してやっぱりいいところに着取ってるじゃん、はい、大きな着あんまり取らないし、まあそうなんすかね、はい、ね、そこら辺がね、あのお客さんとしては不安の皆さんは非常に車検買いやすいと思う、はい、そう思っていただけると嬉しいです。特にやっぱり地元ということもあって今回は、はい、ね、もうそこはしっかりと、まあ、あの近畿でみんなで盛り上がって頑張りたいなと思います、はい、連覇を、まあ、頑張ります、はい、ね、はい、まあ、早めに取っとかないとね、はい、なんかあの今年ね、あの G1 2回終わったけど、去年の SS 落ちが2回取ってるよ2人、はい、現役の SS が取らないと。そうですね、まあ、そういう人が取るわけではないと思う。もう取った人が強いんで、うん、はい、その2人が本当に強いだけだなと思います。じゃあ、しっかり頑張るというところを、はい、気合い入れてちょっと不安の皆さんに、はい、6日間応援してもらうように頑張ります。